の先ほどは本当にですね、松川の小林さんが作られた寺院庭園としての石組み見させていただきました。本当に素晴らしいなというふうに思いました。あんな庭園の前にいるとですね、静かな心で座禅をですね、本当に組みたくなるなというようなことをですね、しきりに思ったんですが、その円周流のですね、茶道家に生まれながら剣道や落語のようなですね、スポーツに打ち込み、日本のトップアスリートでもある小堀先生がですね、はい、そのような道からですね、座禅を組みたくなるような性の世界ですね、はい、の茶道家になろうとしたきっかけってのは何だったんですか？そうですね、まあ、実はきっかけもやっぱりスポーツがきっかけになっておりまして、まあ、それを本当に自分の DNA、ルーツをたどると流祖の小堀遠州が武家茶人であったっていうところでもう全部が納得できるんですけれども、まあ、私以外にも家族全員スポーツをやっていて、私自身も、ちょうど社会人1年目の時にラクロスのワールドカップというのが控えていて、まあ、自分自身ラクロスの日本代表になってワールドカップに出るというのが、まず大きな夢があったんですけれども、まあ、そんな話をしていた間に、まあ、私の母がですね、まあ、あなた一体将来何するのってちょっとこう詰めてきたわけですね。あの時にですね、もうバッサリあなたにはお茶しかないのよって言われて、あ、って思いながらもうすごい腑に落ちたんですね。で、自分自身がまあ剣道とかまあスポーツ、まあ、ラクロスというものも続けている中で、なんかこう節目節目で茶道が、まあ、お抹茶が私にとってこうすごく武器になってたなっていうことがあって、まあ、もちろんみんなと違うというところもそうですし、なんかこう迷った時とかっていうのは、まあ、茶道のお茶会とかを通して、まあ、水屋で、父や先代の話を聞いている時とか、まあ、父もこう節目節目で家族を集めて何かの時にこうお話をしてくれるんですけど、まあ、簡単に言うとこう竹の心と、まあ、先代がすごくこう竹の心というのを大事にしていて、まあ、人間はこう生きていく上で竹のような心でありなさいと。まあ、竹というのはまっすぐ天に伸びていて、風が吹けばゆらゆら揺れるし、雨が降ったら濡れて雪が降ればそのまま、地に埋もれていくと。で、雪解けしたらまた天にまっすぐ伸びるということで、なんかこう絶対に折れずに、かつこう環境に応じて柔軟に対応すると。まあ、なんかそんなお話をこう小さい時から聞いていて、あ、これって本当にスポーツに大事だなと。なんかラクロスやってる時も、まあ、自分の変えられない環境ですね。まあ、もちろん天気もそうですし、まあ、自分が右に行きたいと思ったのをさせてくれないのがディフェンスで、左に行かせようとすると。だから基本的にはスポーツっていうのは自分がやりたいことをさせないようにするのがスポーツなので、なんかその中でそこにこう執着して、なんか右にっていうよりかは、なんか竹のように柔軟に、こう、その環境に合わせて応じて、かつこう絶対折れない。で、節目を持っているっていうところ、なんかそういうようなことが私の中ではスポーツをする上ですごく大事になってきたので、そのあなたにはお茶しかないと言われた時に、なんか今までこう走馬灯のような感じじゃないですけども、あらゆる茶道の出来事とスポーツの出来事がこうリンクして、あ、私にはお茶しかないんだっていうふうになりましたね、うん、そうですか、 DNA が呼び覚まされたんですよね、はい、そんなんですね、はい、お茶なんですけども、ラクロスをやってっていうの、その試合の前後にお茶は飲まれるんですか？はい、いただきますね、はい、私はですね、もう、まあ、家としても必ず毎朝家族全員で、まあ、家族全員というか社員の皆様と会社のみんなと朝礼というか朝のミーティングをしながら和菓子とお茶をいただくというのが恒例なんですけれども、3時のお茶の時にもみんなでいただきます。で、私も、現役時代の時は、まあ、家を出る前に、時間がこう、家族や会社とバラバラですので、自分の部屋でですね、お茶碗温めて、こう、一服、なんていうか、自分をこう、集中させるっていう意味ももちろんそうですし、お抹茶っていうのはこう、自分で立ててみると、自分の心がすごく、お茶に反映するんですね。で、なんか、お茶の泡がこう、すごくこう、ブクブクしている時とか、繊細で、なんかこう、きめ、細やかに整っている時とか。で、茶道はもう、その自分の心を映す鏡だと思っているので、うん、なんか毎朝そういう風に立てて、まあ、例えばこう、
すごくブクブクで荒々しいお茶が立ったから、あ、今日ダメだ、試合でパフォーマンス発揮できないっていうよりかは、自分が今ちょっとそういう興奮している状況なんだとか、なんかこう心がなんか落ち着いてないんだっていうのを知るっていう手段でお抹茶を試合前はいただいてましたね、はい、我々は茶柱が立つか立たないかぐらい判断できませんけど素晴らしいですよねそんなあのスポーツにですね、あの精進されてきた高齢さんなんですが、巷の噂ではですね、スポーツのトップアスリートたちをですね、仲間にしながらアスリート茶会というのをですね、はい、開催しているという噂がですね、飛び交っているんです。飛び交っていますか。アスリート茶会って何なんですか。はい、あのアスリート茶会というのは、まあ、アスリートが、集うお茶会のことなんですけれども、もともと私がその日本代表になってワールドカップに出場したのが2013年の出来事なんですけれども、まあ、剣道を10年間やってたのをやめて、まあ、ラクロスに転向したのも自分自身が日本代表になりたいという思いがあって転向しました。で、いざこう念願かなって、ワールドカップに出てみると、やっぱりこう世界と初めて戦って、うん、もう小さい壁から大きい壁、もういろんな壁にぶつかって、もう最後はですね、強豪アメリカと練習試合をして、もうダブルスコアで負けるということで、なんか心がポッキリ折れそうになった時があるんですね、うん、でそんな時に私がいつもあの持ち歩いているお抹茶のセットで、なんかみんなでこう、まあ、その当時はラクロスの選手の時でしたので、まあ、地べたに座りながらですね、 T シャツに短パンにですね、お茶を立てながら、なんか疲れたとか言いながら、負けたとか言いながら飲んでたら、なんか世界中の人たちがこう集まってきて、あ、お抹茶ですかとか、なんか飲みたいとか、どうやって飲んだらいいのっていうようなことで、お抹茶、茶道というのが日本の文化というのを世界中の人が知っていて、かつこう非常にこうリスペクトしてくださったという経験があって、なんかこう私みたいに世界に羽ばたくアスリートの方たちには、その競技がうまいとか強いっていうことだけではなくて、なんかこう日本の文化も、まあ、知る、まあ、できればこう背負って戦ってもらえると、まあ、真の日本人というか、なんかこう心の強さになるんじゃないのかなと思って、私自身、現役でトレーニングを一緒にしている仲間たちとか、スポーツでつながった友人なんかもたくさんいましたので、茶道をやってみませんかっていうふうにお声掛けをして、アスリートの方たちが来てくださるので、それがだんだんですね、皆さんがアスリート茶会、アスリート茶会というふうに呼んでくださるようになって、今はですね、本当にアスリート茶会という商標も取ってるぐらいなんですけれども、はい、あの遠州流茶道のアスリート茶社会ということでやらせていただいております。そうですか、商標まで取られてるんですね。はい、取ってしまいました。はい、まさしく、あの私もですね、そのような、私も自身もですね、海外に出かけた時にですね、なかなか日本のことが喋れない、歴史もわからない、文化的にもですね、西尾左官次の行動はですね、いつも取っていながらにして、外国の方々が期待するような文化についてですね、本当に知識がなくですね、歯がゆい思いをすることあるんですが、いいですよね、お茶碗一つとそのバックボーンに流れるですね、お茶の文化というものをですね、前面に出して、まさしく日本も代表するものだと思いますので、はい、とても羨ましい限りです。ありがとうございます。そんなアスリート社会、これからはどのように発展させていくんですか。そうですね、あの私自身もその、自分がこう主催している、そこに来ていただくのがアスリート社会ということで今までやらせていただいてたんですけれども、まあ、アスリートもですね、うちに何度も通うようになって、まあ、自分自身にお茶が立てられるようになったりとか、またさらに友達を連れてきていただいたりすることで、私はその彼らがですね、自分のフィールドで、まあ、例えばアメリカに遠征に行きましたとか、静岡で大会がありますという時に、まあ、私みたいにお抹茶のセットを持って、なんか日本全国世界中でアスリートたちがお茶を立てて、まあ、飲んでる、チームメイトに振る舞ってる、まあ、敵というか、出場している選手たちにもこう振る舞っているっていう、なんかこう地球の中であちこちでアスリート茶会が生まれているのが、私にとってのこう大きなアスリート茶会かなっていうのは思っていますね。今私がいないとできないのがアスリート茶会が、もっともっと広がってほしいって思ってます。素晴らしいですよね。世界中で日本のお茶をですね、はい、例えば抹茶を立ててる風景がですね、そうなんですよ、見れたら素晴らしいですよね、
最近であのボトルティーっていうんでしょうか、うん、あるいは水筒みたいなですね、はい、中に入れながら、うん、みんなリュックの中に背負いながらですね、はい、若い方が頼んだり、はい、外国でも随分あの風景が見られるようになりましたし、うん、台湾なんかはそちらの方が若い方々の主流なんだそうですよね、うん、私なんかは台湾というと急性入れるお茶が主流かと思いきや、うん、やっぱり若い方はですね水筒の中のお茶がお茶なんだそうです。私の大学の若い方々もみんなそうなんですけどね、うーん、寂しいやら、まあそれだけお茶の世界が広がってきたというのか、うん、違う広がり方をしているなということを痛感しているところですよね。うそういえば小堀先生、アスリート茶会もさることながら小さな茶室をお考えになっているんですって。はい、茶室がないとやはりお茶ができないとなってしまうと、楽しんでいただける人も少ないと思うので、私はこう持ち運べる、まあ、茶箱と呼ばれる世界一小さい茶室をですね、いつも持って、いつでもどこでも皆さんにお茶を楽しんでいただけるようにしていまして、今日も実はお持ちしていますので、お二人にぜひ飲んでいただければと思います。いや素晴らしい、ぜひご商売いただきたいと思います。はい、ではちょっとお待ちくださいませ。素晴らしいですね。今日のためにこの質問茶をお持ちくださったんですか。はい、あ、はい、そうですね。今日は静岡ということで、遠州七釜の一つのしどろ焼きのお茶碗をお持ちしました、はい、私のふるさとの場所でもあるんです。あ、本当ですか。はい、いいですか。こちらはですね、私がちょっと幼少期に作ったしどろ焼きのお茶碗で、すごいですよね。ちょっとボコボコしてるんですけど、今日は静岡にちなんでお持ちしました、はい、でこちらが先ほど言ってた、小さな茶箱で、まあ、ここにいつもお茶の道具を入れて、運んでいます。それと、まあ、やっぱり畳の部屋ですね、和室がないということで、うん、まあ、今お家の中で畳の和室を作るのがまあ難しいと、じゃあちょっとその大きい畳を小さくしてしまえば持ち運べるんじゃないかと、テーブルの上でもこんな風に、畳の上にお茶碗を置けばちょっとこう雰囲気が出るんじゃないかと、うん、まあ、そういうふうにこうミニ畳というのを作っていつも持ち運んでおります、うん、はい、では早速お茶をお立てするので、今日はこういった場所なので、ちょっとした、私のですねデザインしたオリジナルのお干菓子をご用意しましたので、よければパクッとお召し上がりください。ありがとうございます。じゃあいただきます。いただきます。さぬきは3本で作ったお干菓子で、はい、まあ、茶道の場合はお抹茶が少しほろ苦いので、先にお菓子を召し上がっていただいて、まあ、口の中にちょっと甘みを残して、まあ、その甘さでお茶をお抹茶を楽しんでいただくという順番になりますので、では私こちらでお立てしますけれども、まあ、今している動きは空手水といって、手を洗っている動きなんですけれども、私どもの人間の5本指には万物を構成する5つの要素があると言われていて、薬指が水の指と呼ばれています。ですので、まあ、お茶を立てる前にですね、水と水の指を合わせて水を呼び起こして手を清めるという、所作を今いたしました。で実際にこの、空手水が終わりましたので、お茶を立ててまいりたいと思います。じゃあまず先生に恐縮ですけれども、お出しさせていただきます。ちょっとお暑いので、ちょっと冷める時間も増え、まあ、茶道皆さん、画面の向こうの皆さんにも、うん、簡単にお茶の飲み方というのをご説明させていただくと、今先生にしていただいたようにお茶碗には必ず正面というのがございまして、まあ、人間でいう顔、
その茶碗をちょっとこう前がへこんでいるところですけれども、はい、でそのお茶碗の正面一番きれいなところに直接口をつけないという意味で、ちょっとまあ円周流では時計回りに90度1回、もう流儀によって2回だったり3回だったり違いますけれども、まあ、全てはそのお茶碗の一番美しいところに直接口をつけないという意味で、ちょっとこう回して召し上がっていただきます。いただきます。いかがでしょうか。ちょっと暑いですかね。あ、爽やかで非常に美味しく感じます。 ありがとうございます。残念ながら静岡ではですね、あまりお抹茶の風習ないんですよね。ないです、そうですよね。そうなんですよね。お抹茶とまた緑茶と違う。そうなんですね。そうですよね。ですので私たちはそのお抹茶もあまりこう練習しないというんでしょうか。うん、から全くわからないままですね。はい。すいません、その私の手作りの。先生の手作りの。いただきます。熱いのでゆっくり召し上がってください。非常に爽やかで美味し、はい、美味しいです。ありがとうございます。今日はあの先生にお持ちしたのは、うん、そのこちら静岡のしどろ焼きなんですけれども、まあ、この前がちょっとへこんでいるのが特徴的なお茶碗で、うん、あのこれを円周流、まあ、前寄せの心といって非常に大切にしているんですけれども、昔あのインドではこう15夜のお月様の前日、14日目のお月様をめでる習慣があったと言われていて、まあ、なぜかというと15夜満月のお月様というのは、まあ、完成して美しいけれども翌日になると欠けていってしまって、まあ、むしろ非常に寂しいと。なのでその前日のお月様というのは、まあ、肉眼で見て目で見てこうまん丸、ほぼまん丸で、かつ明日完成に、なろうとしているそのエネルギーとか生命力に満ち溢れているということで、まあ、その満月のちょっとした前日というお月様を表現したのがこの前寄せ茶碗で、まあ、実は先ほど召し上がっていただいたお菓子もですね、あのまん丸じゃなくてちょっと欠けてたと思うんですけれども、はい、あのそれ蜜角というふうに略して呼んでいて、まあ、この円周のお茶碗からちょっとデザインを借りてですね、自分自身でデザインしたお菓子の形になります。はい、まさかこの定番でですね、はい、本当にお茶いただけると思ってませんでした。本当にありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ失礼いたしました。